諸問題を考えると政局の前途は誠に容易でありません。党のさらなる躍進の礎を築く党は若干のきしみがあったと考えておりますが、我が国家と韓国国家が分かりやすい政治、国民の皆様に呼びかける政治ということを申し上げ、そして安心と安定と安全という3つのことをお約束いたしましたが、第2は行政改革を着実に前進させるということでございます。